野村、この後飯行こうか。ありがとうございます。はい、どうも、かばたです。今日はですね、オリンピック3連覇野村忠宏さんと久しぶりの再会です。緊張してるもんね。緊張します。今から野村さんの方でちょっと撮影やるんで、はい、待ってる状態なんですけど、ちょ来てもらっていいですか。見えます？野村さんがいました。わかります？俺の体に異常が起きてるのが、あの鮮明に分かります。映ってるんですよ。乳首が隆起してるんですよ。こんな隆起したの見たことないでしょ。乳首、あの隆起って言わないでほしいんですよ。一番憧れてる人とやっぱ会えるってなると隆起します。皆さんこんにちは、柔道家の野村忠宏です。それでは読んでみたいと思います。お願いします。誰が来てくれるのか。読んだんですか。えぐいって全部最近の君が繰り返してくれた。読んでへん。野村さん、今前半終わりました。野村道場の告知とオリンピック の、はいはい、あの話を野村さんとさせていただいて、だいぶ野村さんとお話しさせていただいて、うん、やっぱ緊張もちょっとほぐれ、もう緊張とかほぐれましたね、完全に。隆起してる？隆起してます。隆起してる。やっぱ3連覇とね、トークってなんてやっぱ隆起するんよな、乳首が。隆起って言い方がさ、うん、もうなんかラスボスみたいなんや、その豪気みたいなんや。隆起対豪気。質問です。先生、怒ってるじゃないですか。視聴者から。いや、そのね、はい、いいの、いいの。ドンマイとこういう関係値が出来上がって、はい、いろいろ一緒にやるのはいいんだけど、はい、あのインスタのさ、ストーリーズで、あの野村忠宏への質問を募集したでしょ。させていただきました。消える覚悟で質問しますってさ、あの書き方よくねえと思う。まるで野村はなんか余計なこととか際どいこと聞いたら消すぞっていう存在なのかっていうので、すごい良くないと思うのね。確かに何でもありだったっすもんね、野村さんって。基本的にまあ無理なことは無理で、消すけど、消すことないっすもんね。消すことないし、何を言えるかも。あ、そうやそうや、野村さんって別にあれや、何しても怒らん人や。なんでそんなにかっこいいんですか？え、かっこいいと思ってくれてる？視聴者は思ってます。ありがとうございます。まあ、お前よりはかっこいいかな。だけど最近なんか茶髪にしてこうキュッてしてさ、今日会った時に甘けたかもと思った。いやいや、絶対思ってないでしょ。カバンの中見せてください。もう最後ね、あのブランドは言わない方がいいです。いや別にベルルって言って、てか初めてやるんです、こんなされるの。ペンケース、名刺、メガネ。え、ちょっと一回かけてみよう。えぐ、心の準備をしないと。お酒は何が好きですか？ビール、ハイボールとかレモンサワーとか。基本お酒飲めなかったからね。そうですよね、野村さんって現役の時お酒飲まれてないですよね。全くだね。じゃあ40歳までお酒一回も飲んだことないですか？30後半からちょっとだけ飲むようになった。本当のまあ付き合いでもう一杯ぐらい飲む。若い時とかやっぱり柔道選手飲むっていうイメージがあって、はい、やっぱ先輩らも野村飲めみたいな感じもあったけど、はい、こちっちゃいコップこのぐらいで履いてた。受け付けなかったんですか？だからうち父親も兄貴も家族がもう飲めないから。元嗣さん飲めないんですか？飲めない。で酒しか飲まん顔してますけど、口癖が酒飲まなはできん付き合いをすんなって言ってた。うわ、かっこいい。朝起きるの早いですか？いや早くならないね。もう可能であれば昼過ぎまで寝たい。野村さんみたいになりたいです。どうすればいいですか？俺みたいになりたい。か川だと思いますけど。いや俺より今だって川端やって。ほらえぐいな。これ告る派？告られる派？告る派と思うけど勝てない試合はしない。勝てない試合はしない。ありがとうございます。
抵抗するかどうかっていうのをしっかりと何リサーチとか。なるほど、冒険はしないってことですね。冒険もなかなかしないね。今一番欲しいものは何ですか？リアルな、ま、自分の道場が欲しいと思う。野村さん足速いんですか？短距離はそこそこ速かったと思う。長距離は嫌い。長距離は嫌いだったし遅かったね。格闘技に誘われたことあるんですか？ある。ある。一回お話をさせてもらいたいっていうのが来たけど、僕の生きる道は柔道なので、すいませんっていう形で。全日本の監督やりたいですか？興味あるけどその資質はねえなと思ってんの。今回ね、井上康生監督っていうのは、まあ、リオから東京見てる中で、やっぱ彼の監督としての能力とか見たら、あ、俺には無理だなって正直思った。スリーサイズ教えてください。脅威が102です。ウエストがむちゃくちゃ引っ込めてる。ウエストが80です。ヒップがヒップちっちゃ40。ケツちっちゃいっすね。ちょっと嘘つけ。野村さんヒップ40。どんまい野村さんにタメ口使って。野村この後飯行こうか。はい、 OK です。ありがとうございます。ちょっとどんまいこっち。はい、はい。